サルウェブンのりです。昨日動画の力コミュニティのライブ配信だったんですよ。自分が作った動画に俺とメンバーからのゲストでフィードバックをするライブ配信なんですけど、みんなでフィードバックをライブ配信でね出し合うし、そしてねもちろんねいろんな動画を見ることもできるじゃないですか。ほんとねもうメンバーの仲間のみんなのスキルが上がっていくのを見てて楽しいです。俺もねみんなの動画から動画のアイデアとかねいろいろ学ばせてもらってることも結構多いんですよ。興味がある人はねこの動画の詳細欄にリンク入れてるんで見てみてくださいね。一緒に楽しみながら動画制作のスキルを磨いていきましょう。メンバーの皆さん、次のライブ配信は、今プーンとか言ってるね。Wi-Fi キットがないとダメだよね。Anyways、メンバーの皆さん、次のライブ配信は9月12日日曜日の夜8時からですよ。そのライブ配信でもフィードバックでこう出してたのが、ショットのバリエーションを増やして、そしてね引きつける魅力ある動画にしていくってことなんですよね。でもねこれ結構難しいって感じてる人やっぱね多いと思うんですよ。例えばミディアムショット、これはね今のこれがもうミディアムショットなんですけど、これはね結構使ってる人、そういう撮り方してる人は多いと思うんですよね。でもワイドショット、まあ日本語で言うなら引きのショットですよね。ちょっと引いた感じのショットとか、クロースアップショット、逆に思いっきり寄った寄りのショットですよね。そんなねいろんなショットにはそれぞれのこうショットの目的があるんですよ。代表的な9つのショットでどんなストーリーが伝えられるかっていうのは別の動画にしてるんで、よかったらこの動画を見終わった後でいいんでね見てみてください。詳細欄にリンク、これも入れときますね。このいろんなショットをこう混ぜる動画の練習、これもねこの前動画でシェアしたみたいに、コロナ禍でねなかなか外出できないっていう今でも自宅でも全然できると思うんですよ。ちょうどこの4畳部屋 YouTube スタジオ化計画、その計画のね一つの椅子をねちょっと変えようと思ってて、この前 Amazon のセールで椅子をね買ったんですよ。ちょうどそれが届いたんで、その開封動画をいろんなショットをこう混ぜながら見せたいと思います。しかも一眼じゃなくてもねいい動画撮れるんだよっていうところも見せたいんで、この iPhone で撮りたいと思います。スマホで撮った動画がどんな風になるかっていうのも参考にしてもらえればなと思っております。 Alright, let's get started。 じゃあ早速このキング G のナイツっていう椅子かな、今から上げたいと思います。いやー楽しみ。そしてね重い、久々に椅子買ったけどやっぱね重いっすね。やっぱ軽い椅子じゃね安定性に欠けると思うんでね、やっぱりある程度の重さはしょうがないっしょ。おおいい感じ。ちなみにねさっき撮ってたのは iPhone のウルトラワイドのレンズで撮ってます。で今はねセルフィーのレンズで撮ってます。ちょっと出してみましょうね。これがおそらく腰に当てる部分かな。そしてこれが背もたれ、かっこいいね。ちなみに今撮ってるのはねワイドアングル、ワイドレンズで撮ってます。そして肘置きが2つ、これはどこだろう、首かもしんないね。うわ結構重い、これ多分説明書とかねいろいろ部品が入ってると思います。
で、これが座る部分ね。そして足と、あと最後もう一個あった。これは何だろう。まあ説明書見て、どの部品かちょっと見てみたいと思います。じゃあ早速組み立てましょう。さあ部品は全部あるね。この手袋までついてくるとことかめっちゃ親切。ちなみにね、今撮ってるのは iPhone のワイドレンズで撮ってます。まで上げられる。はあ、最高。さあ、今日の開封動画参考になったでしょうか。 iPhone だけでね撮って、そしてレンズもワイド、ウルトラワイド、それからテレフォト、この3種類をうまく使い分けることによっていろんなバリエーションを持たせたショットをね撮ることができると思います。例えばね、こう大きく見せたい、椅子全部を見せたいっていう時とかはウルトラワイドを使った方がいいし、こうネジを締めてるとことか、そういうなんかディテールを見せたいっていう時にはやっぱりクローズアップ、だからねテレフォト、これなんかねもうすごいいいと思うんですよね。でもしテレフォトのレンズがないプロシリーズじゃなかったとしても、ワイドのレンズで全然いいんで、もっとね寄ってあげれば同じようなショットは撮れると思います。どうかな、参考になったかな。正直ねまだ編集してないんで分かんないんですけど、まあいろんなバラエティのねショットがあるんで、まあまあ多分いい感じにできてると思います。どうでした、コメントで教えてください。いや参考になったやと思ったらぜひ高評価押しててくださいね。そしたら同じようにねいろんなショットを撮って動画のスキル上げたいなと思ってる人のもとに YouTube のアルゴリズムがこの動画をおすすめして教えてくれます。そしてチャンネル登録まだしてない人、ぜひチャンネル登録をしてもらえたら、今日のこの動画みたいな感じで動画制作のチュートリアルをねシェアしていってるんで、一緒に動画制作のスキル上げていけると思いますよ。じゃあ次の動画で会いましょうね。プリソー。いやーいいっすよ、この椅子マジで。椅子早く欲しかったんですけどね、ちょっと Amazon のセールがあるのが分かってたんでね、ちょっと待ってました。で、前の椅子でもね、我慢して使ってたんですけど、やっぱお尻が痛くなるんですよね。やっぱ編集すると座ってる時間も長いじゃないですか。だからね、椅子はね、結構大事だと思います。ちょっとね、まだ、もう組み立てて座ったばっかりなんでね、なんとも言えないけど、いい感じじゃないかな。どんな椅子使ってます？おすすめの椅子とかあったらね、この動画のコメント欄にね、コメントで教えてください。この椅子マジでいい感じっすよ。ちょっとこの動画見て、ああ、いいんじゃねえって思ったら、ね、この椅子も詳細欄にリンク入れとくんでね、スポンサーとかじゃ全然ないんですけど、よかったらね、そっちから購入してください。じゃあちょっと、組み立てでね、ちょっと汗かいたんで、なんか飲んできます。じゃあね、ピース。